quito la mesa, doblo la ropa, la reparto. グアテマラ出身のこの男性と双子の男性は生まれつきの未知の病気を抱えていました。ハビエルは生き延びましたが、双子の弟は亡くなりました。ハビエルは水頭症やコスト少症、言語障害にも悩まされています。この青年は成長を続け、ある日その大きさのために骨が丸くなり始めました。現在ハビエルの身長は 2.35 メートルで、その身長のためにオーダーメイドのベッドを必要としています。この男性はできる限り普通の生活を送ろうとしています。彼の親戚は彼がいかに親切で理解者であるかに注目しています。ハビエルのような変わった人は100万人に1人。私たちはこのビデオで彼らについて話をしようとしているので、衝撃を受ける準備をしましょう。前回のテーマとは異なり、コロンビア出身のレイディ・アルディラという女の子は社会から隠れてはいません。彼女はソーシャルメディアで積極的にボディポジティブを推進しています。子供の頃に受けた複雑な心臓手術の結果、顔が大きくなりました。レイディは正常な骨の代わりに繊維組織が形成される骨に影響を与える病気を発症しました。彼女は現在29歳でグラフィックデザイナーとして働きながら充実した生活を送っています。Hey, yo. Jawline check. この男の話は間違いなく尊敬に値します。彼の名前はアイザイア・アコスタ。顔と顎に影響を与える先天的な欠陥のため、彼には顎も声もありません。彼は特殊なチューブを使って呼吸をしていますが、見てみてください。それは彼の日々を楽しむための邪魔にはなっていません。このアリゾナ出身の彼はファッションとフットウェアにハマっています。彼は人と話すのが大好きで、ガジェットやハンドジェスチャーを使って話しています。そしてもちろん彼が声を出すのに役立ったのは音楽です。アイザイアは自分では決して話すことのできない歌詞を書きます。まあその通りでしょう。彼女の方ボイに気づかないなんてありえない。最近ウクライナのインスタモデルアナスタシア・ポクレシュチュクは彼女の頬骨をさらに大きくしたいと主張しました。頬骨だけでなく、おでこや唇、顎のラインにも注射をしていたといいます。昔のアナスタシアはこんな感じでした。彼女は自分のことを十分に美人だとは思っていませんでした。アナスタシアは26歳で最初の注射を受け、それ以来やめられなくなったのです。過去6年間で32歳のブロガーは様々な顔のフィラーに数千ドルを費やしました。そして彼女は他の人が自分のことをどう言おうと少しも気にしていません。どうやらこの娘は自分の見た目に満足しているようですね。何もしなくても自然と目立ってしまう彼女。スーダン生まれのアメリカ人モデルニャキム・ガトウェックは闇の女王の愛称で呼ばれています。意外にもこのゴージャスな女性でも自尊心の問題やネガティブなコメントに悩まされていました。しかし彼女は自分を愛することを学び、今ではインスタグラムで90万以上のフォロワーを持つ闇の女王となりました。異世界のような美しさを持つ顔、チベット出身のモデルツナイナはそう言われています。猫のような眼差し、磁気のような肌、綺麗な形をした顎、そして驚くほどのほくろ。当然のことながら多くの大手ファッションブランドがこのような個性的なモデルと仕事をしたいと考えています。2つの遺伝の組み合わせで印象的な顔になることも。この写真ではアミナ・エッペンディエバ・アルビニズムと移植症の少女です。白い髪と淡い肌だけでなく異なる色の目。あなたは今までにそのような人を見たことがありますか？この男性ロバート・ホーゲはその変わった特徴にもかかわらず、美しさに取りつかれた世界で自分の居場所を見つけました。
生まれつき足と顔に奇形と腫瘍を抱えており、多くの手術を受けてきちんと見えるようになりました。ホーゲは最初はジャーナリストとして、後には政治顧問としてメディアの世界でキャリアを積みました。またカリスマ的なスピーチをすることでも知られています。 7.5 インチの鼻で何をします？トーマス・ウェッターズというイギリス人が18世紀に住んでいたのですが、何をしていたのかは推測するしかありません。この目を見てください。ユニークな眼差しを持つ5歳の子供がカブールに向かう途中のカイバル・カーンに目撃されました。トラックの後ろで彼を見つけた時、私は魅了され、彼の写真を撮ることに興奮しました。我々はいくつかの写真をキャプチャするためにトラックから彼を訪ねましたが、彼の弟エムランは耳が聞こえないから話すことができないと言った時に本当に悲しくなりました、とツイッターに投稿しました。ルワンダから来たこの男性はザンジマンエリーと呼ばれています。小頭症のため頭が不釣り合いに小さいのです。ザンジマンは毎日のように残酷な村人たちにからかわれています。嫌がらせを受けるためジャングルに隠れて草を食べ、1日に20マイルほどを移動するとのことです。彼の母親は以前に5人の子供を失った後、彼の誕生を祝福と考えています。問題は彼女が働けなくなってしまったことです。生き残るためにネット上で思いやりのある人たちから寄付を募っています。角のある女性、ザンロファンは中国に住む100歳の女性です。彼女はごく普通の生活を送っていました。あることを除いては額から大きな角が生えていたのです。その女性は約10年前の2009年に角が生え始めたことを話してくれました。最初は小さな皮膚が硬くなっていたのですが、それがどんどん大きくなっていき、ザンの前頭部には大きな角が突き出ていたのです。最初に飛び出した時、ザンは角を嫌がりました。かなり痛かったようで、夜もよく眠れなかったそうです。彼女はこの角を医者に見てもらったことはありませんが、一般的な説では体内のケラチンが過剰になってできたものだと言われています。このような成長は珍しいことではありませんが、ほとんどの人は数ミリ程度のコブが皮膚に入る程度です。しかしザンの角は6センチ以上の長さになりました。彼女はほとんど一人で生活しているので、7人の子供たちは手遅れになるまで角に気づきませんでした。子供たちは角を取り除いてほしいと言い始めましたが、彼女は文字通り角に執着していました。ザンは手術をせず角をそのままにしておきました。彼女の頭の反対側にも角が生え始めていました。現在彼女がどのくらい元気なのか、生きているのかどうかは分かりませんが、このおばあちゃんは100歳を超えても元気でいてくれることでしょう。例外的な人間たち、通勤中、買い物中、カフェで座っていてもこのような人に出くわすことはまずはありません。しかし、もしもそのような人を見かけたら話しかけるチャンスを逃さないようにしましょう。彼らの内面は外見と同じようにユニークなものです。ご視聴いただきありがとうございます。このような動画をご覧になりたい方は以下にコメントしてください。この先も面白いコンテンツがたくさんありますので、登録することをお忘れなく。